おはようございます。2012年4月10日火曜日6時5分が15分になっちゃいました。おはようございます。すみません、10分遅れでスタートしております。桜がね、満開を迎えて、この土日はすごい人出だったんじゃないかなという感じがします。ただね、この辺り、ここ清丹波町はですね、まだそんな桜がドカッと咲いてるって感じではないんで、ちょっと どんな感じになるんでしょうね。近所の桜の木が見える範囲ではそんなにね咲いてる感じがしてなくて、あれって感じだったんですけど、ということは逆に言うと、これからこの天気がまたね悪くなるって言うね、それ以降にお花見が楽しめるかなっていうようなことを思ってますけども、さてさて、今日のニュース、また IT メディアニュースからピックアップしていきたいと思います。ですね、今日はこちら、Facebook が警察に提供した殺人容疑者の個人データが明るみにということで、これはボストンなんですけれども、警察の方が個人データを、事件の捜査でですね、その個人データを出すようにということで、それを受けて Facebook が提供した情報というのが、公開されたということなんですけれども、これ自体はいろいろプライバシーのこうのいろんな話をする人いるかと思うんですけども、ただこういうそのFacebookのようなソーシャルネットワークがですね、なんていうのかな、殺人事件なんかのその容疑者のいろんな捜査とかそういう上で、利用されていくということがですね、それだけその Facebook の情報っていうのが非常に、有効なものになっているという事実は、ある意味そこは注目すべきことなのかなという感じはしますね。で、私はね、これプライバシーがどうだこうだとかいう問題はちょっと置いといて、でもう一つですね、私は気になるのはこれ逆にですね、こういうことを悪用すると何かの事件なり何なりのその、アリバイ作りにね利用される可能性もあるんじゃないかなという気がしたりしなかったりどういうこっちゃねんっていうと、その実際本人がそこにいたかいてないかどうかわからない状態で、要は例えばその本人がいつも使ってるスマホなり何なりを持って行って、そこで誰か他の人がチェックインをすると、でそうしてもですね、そのチェックインしたその人の ID で、でしかもその人が普段使ってる携帯なりスマホで、チェックインするとですね、Facebook 上では誰それさんが何々レストランにいましたみたいなことがこう記録されていくわけですよね。でそれをその証拠として使われるような状況になるというか、証拠にはならないでしょうけども、参考程度かもしれないですけども、そういうものに使われ出すとかですね、あるいはその誰かと、出会うというか、そこにいたというのを、その間接的に証明させるようなものにこう使うとかですね、いろんなことがこうなってきて、こう関係ない人が事件に巻き込まれていく可能性がね高まっているというのもあるような気がするんですよね。でだからこの辺りをどこまでどういうふうにこう情報っていうのをコントロールするか、でまたそのあまりそういうことがこう分かってくるようになると、みんながあまりにもですね、そのお行儀いいソーシャルネットワークというか、常にそういうふうに見られるんだということを意識しすぎて、あまり面白みのないものになっていく可能性もなきにしもあらずっていうところですよね。だからこれ、
こういうものって常にそのモノハの件になってるんで、その非常にプライベートなことというか、まあ身近な面白いことをこうどんどん、うん、提供して身内でこう盛り上がるというのもあれば、一方で、その公共の場にいる自分として、要は例えば電車に乗っている自分だとか、外の、商店街の中を歩いている自分というのを意識しすぎて、面白くないものにこうなっていくところもあったりすると、まあなんともこの今までなかったものだけにそういうことがこう記録されていく、自分のその行動履歴がどんどん記録されるなんていうのは今までなかったがゆえにですね、そこに対して多くの人がどう反応していくのかっていうのはちょっとね、これしばらく見てみないと本当わからないと思います。ここ数年ではそう簡単に答えが出るようなもんじゃないんじゃないかなと。でそれからその世代によるというか、まあ環境と言ったらいいのかな、感覚というか、人によってやっぱり差がすごい大きいので、別にそんな全然関係ないよっていうふうにどんどん出す人もいれば、逆に警戒して本当にその誰に知られても構わないっていう情報だけしかこうオープンにしない。でまたあるいはセキュリティ上の問題であんまり個人的なことを出せないよね。例えばまあ、国会議員だとか何だとかっていうような人たちが Facebook 使うにしても、その、まあ、前ありましたけども、今後の予定っていうのは一切出しちゃいけないわけですよね。そのセキュリティ上の問題、その本当に、なんか暗殺されたりとか、そんな話にもつながっていくので、どこで何をするっていうのは、オフィシャルに出てるもの以外は一切こう公開しちゃいけないし、そのあたりがですね、だんだんこう、人によって立場によって難しくなったりとかする可能性もあるかなというふうに思います。まあね、こういう一つの企業がやってるサービスがこういうことにどんどん変わってくるというのが、まあインターネットの世界ならではかなという感じがしますけど、さてそんなところで、もう6時23分になりました。今日はちょっとね遅れてスタートしましたけれども、ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。